松屋フーズ、株式会社松屋、フーズ、松屋フーズ、A 商、松屋フーズカンパニー、リミテッドは、牛丼、牛飯カレー、定食などを販売する、松屋などの飲食店をチェーン展開している企業。この項目では特記しない限り、牛丼チェーンの松屋について記述する。創業者の河原武斗潮が、百六十六年、昭和十一年に、 東京都練馬区、羽沢の住宅街に中華反転松屋を開業したのが始まりである。なお、この店は1969年、昭和44年に閉店した。この店がなかなか軌道に乗らなかったこと、商店街で商売を試してみたかったこと、専門誌で紹介されていた、南寺屋のぶっかけという牛飯に衝撃を受けたこと、そしてすでに牛丼チェーン販売をしていた。 吉野家の味に感銘を受けたことなどにより、河原武器が牛丼の研究を重ねて、独自の味を完成させ、1968年、昭和43年6月に、エゴタに牛飯、焼肉定食店とての松屋を開店させた。これは2011年、平成23年現在のエゴタ店であり、これが一号店として数えられる。同業の他社チェーンと比較し、 牛飯以外のカレーライスや定食などの比率が高いのが特徴である。これは1号店のエゴタ店近辺は、学校が多いことから昼間は、学生で賑わい、ベッドタウンでもあることから夜は、独身サラリーマンが戻ってくるという当時の土地柄を考慮し、学生層向けの牛飯だけではなく、独身サラリーマン層向けには、定食とカレーが必要と考え、牛飯、定食、 カレーの三本柱でメニューを構成することになり、その後の展開においてもこの方針を維持している。ロゴマークは当初、社員の家族が考えた丼を持っている牛、通称牛タンだった。会社が大きくなってきたので、デザイナーに依頼し、盆に乗せられた丼と味噌汁ワンをモチーフとしたものになった。これは丼、カレーに、 味噌汁がつく松屋の特色を表したものである。2017年、平成29年10月時点の未出店地域は、青森県、秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県である。このうち、長崎県、佐賀県の2県はかつて、松屋が出店していたが、 2014年から2015年にかけて相次いで撤退している。同様に、熊本県からも一時全面撤退していたが、2017年10月に、口日の松の矢が再出店した。海外の出店については、中国・上海市のほか、ラーメン居酒屋やとんカツ専門店などを、アメリカ合衆国ニューヨークで営業している。 2015年頃より、松屋の出店数が減少に転じているのに対し、第二の主力業態として、とんかつ店、松の屋の出店を加速させている。低価格のとんかつ店チェーンは他に、かつや、アークランドサービスがある程度で競合が少ないことに、加え、既存の、松屋店舗の近所に工場券の物件が見つかった際に、同じブランドの店は出しにくいという事情もあるという。 2018年10月1日付で、持ち株会社制へ移行し、株式会社松屋フーズ、初代は株式会社松屋フーズホールディングスへ、称号を変更され、松屋事業は、会社分割で設立された、株式会社松屋フーズ、二代が継承した。常日のように松屋では、一般的な店で言うところの牛丼を牛飯と称している。また、豚丼を豚飯、藍、 ガケを、を、牛、サラダを生野菜と呼ぶ。日本にて牛肉の輸入が自由化された後、松屋のメニューを牛飯に特化することも模索されたが、当時すでに牛丼といえば吉野家というブランドイメージが出来上がっていた状況の中で松屋が牛飯に特化しても良い結果を出すのは難しく、慣れている三本柱メニューで、 マーケットに訴えた方が良いということで却下された。新メニューは上層部も関わって随時開発する方針をとっており、需要の低いメニューは終了して入れ替え、需要の高い既存メニューも適時改良している。店内で食べる場合は、カレー等にまで無料で味噌汁がつくが、持ち帰りの場合は別売り、有料となっている。そのため、豚汁については、 店内飲食と持ち帰る場合で値段が異なるちなみに河原武器会長の日本の食卓といえば麹の味噌汁だという意向により松屋の味噌汁は麹入りとなっている。同社総務人事部によれば注文が一番多いメニューは通年においては牛飯となっているが月によっては定食などの新メニューが一番注文されることもあり客単価は大体480円くらいとなっている。 2009年、平成21年時点。2014年7月22日より、関東の一都六県を中心に、プレミアム牛飯と称する牛飯を販売している。従来の牛飯より価格を90円から130円、高くし、従来の牛飯は、冷凍牛肉を使用していたのにタイシルド牛肉を使用するなど高級路線に走った。 一方で、プレミアム牛飯販売店では、従来の牛飯は販売終了したため、実質的な値上げとの評価もある。上記のメニュー以外にも、店舗限定商品や一部、外販弁当実施店舗などは独自のオリジナルメニューを導入している。セット販売されており、持ち帰りや電話、インターネットの通販で購入可能。一部のスーパーマーケットなどの店頭でも取り扱いが、 松屋の店舗がエゴタのみだった、黎明期、吉野家と肉などの材料の卸を共有していた時期がある。これは、河原吹社長が偶然立ち寄った、吉野家の味に感激し、研究も兼ねて、通い詰めるようになった結果、吉野家のスタッフと顔見知りになったことによる。当時の吉野家は、築地の一店舗のみを経営していたが、新橋に二号店を出す際に河原吹を役員として、 サソモノの瓦吹きは恐れ多いと丁寧に辞退。これを機に、独自の味を探索するようになった。2004年、平成16年2月4日から、米国産牛肉の輸入が禁止された際も、牛飯以外の比率が高かったこと、および新メニューとして開発していた、豚飯が日本にて、BSE 発覚の日に完成したき、もう追い風になり、主要チェーンでは最も遅い2004年。 平成16年2月14日まで牛飯を販売していた。その後中国産の牛肉を使用した牛飯で販売復活を果たし、オーストラリア産とメキシコ産の牛肉をブレンドしたものを経て、米国産牛肉による牛飯を再度販売している。なお、豚飯の豚肉はデンマーク産である。松屋では使用メニューの原産地情報を公開しているが、公開していないメニューもある。 店員に直接注文せず、店入り口の近くにある自動券売機で食券を購入するシステムを採用している。現金を直接触らないように考えていることが理由で強盗対策にも一役買っている。ただし、厨房内にもレジを設けており、店内で直接店員に申し出て代金を支払い追加注文することは可能である。食券販売機にご飯ボタンがないが、 これは販売機にメニューを一通り載せたところご飯を置く位置がなくなってしまったためであるご飯は店員に直接注文すれば購入できるタッチパネル式ではご飯項目は内蔵されているほぼすべて店舗で交通系 IC カード多様型食券自動販売機を導入している2007年平成19年9月より Suica ショッピングサービスを 松屋三鷹店などにて、先行導入、2008年、平成20年5月より、東京都の JR 中央線沿いの36店舗などで導入、2009年、平成21年4月より、東日本旅客鉄道、JR 東日本の営業エリア内における松屋237店舗に導入と導入店舗を広むしている。また、2009年、 平成21年6月より、西日本旅客鉄道 JR 西日本の沿線にある52店舗にアイコカ電子マネーを導入している。他に、九州地区の店舗では、守護家に、北海道地区の一部店舗では、キーとかに、東海地区の一部店舗では、とかに対応している。これらの店舗では、電子マネーの相互利用を実施しているキーとかシーか、パスモとかマナコアイコか守護家にもか、 早やか県が、いずれも、使用可能である。2015年以降、順次、ボタン式交通系、IC カード対応型食券自動販売機から、タッチパネル式、QR コード読み取り対応型食券自動販売機、交通系、IC カード対応に置き換えられた。これにより、ほぼすべてのメニューが券売機で購入できるようになった。しかし、タッチパネルに置き換わり、 使いにくい問題が生じたため、QR コードの読み取り機を活用した、マツケンセレクトが知るべされた。マツケンセレクトは、事前に、パソコンやスマホで食べたいメニューを決めておき、スマホや紙に表示させた、QR コードを券売機の読み取り機にかざすことで、簡単に食券を買うことができる、システである。かつては、券売機で食券を購入するのではなく、携帯画面に表示されるクーポン。 一画面で最大2名まで利用化、テイクアウト化を従業員に提示し、直接従業員に現金を手渡し、厨房内のレジで生産する方式だったため、クーポンと交通系電子マネー、パスも、スイカ等の併用は不可能だった。なお、クーポンとジェフグルメカードの併用は可能だった。しかし、新型の券売機では QR コードに対応するようになったため、 新型の券売機が導入された店舗では、クーポンの QR コードをかざし、券売機で、クーポンの価格が適用された食券を買う方式に変更された。券売機で生産するため、クーポンと交通系電子マネーの併用が可能になった。なお、2018年、平成30年4月現在、松屋でのジェフグルメカードの利用はできなくなった。店舗により、 券売機を2台以上設置しているが、その場合、最低1台は交通系電子マネーと高額紙幣の利用が可能である。しかし、残りの券売機は、千円札と硬貨のみ利用が可能で、交通系電子マネーと高額紙幣の利用ができない場合がある。例、松屋中洲店、松野屋、熊本新市街店など入り口が複数あり、各入り口ごとに券売機を設置している場合は、 すべての券売機で交通系電子マネーと高額紙幣の利用が可能である。例、松屋新商事店。牛飯等についてくる味噌汁は単品でも注文でき、差額料金を払うことにより豚汁への変更が可能である。その最低員は、一丁、豚汁変更一杯とコールする。なお、通常では合わせ味噌を用いている。 この味噌汁は名古屋県では地域性を反映して赤味噌だったことがあるが現在は顧客の要望により他地域と同じ合わせ味噌になっている東日本と西日本でアルバイトメンバーの制服が異なる株式会社小林フーズインターナショナルより営業を譲り受け2006年平成18年9月から10月頃に東京 FM をはじめとする JFN 系列各局にて、同社のスポンサーによる、自報 CM が、平日夜間の3回流されていた。これは、松屋未出展地域の系列局でも放送された。また TBS ラジオのプロ野球中継番組、エキサイトベースボールの番組スポンサーについている。テレビ番組では、現在、報道ステーションサンデー、テレビ朝日系列の番組が、番組スポンサーについていて、 過去にはクイズヘキサゴン E フジテレビ系列の番組が番組スポンサーについていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。